はい、キャンプ場の裏からキャンプ場の裏から南部なんだっけ、砲台跡に行くところ、これ水たまり結構ね大きいのあります、できてます。それからこれ多分イノシさんが掘った後の、もう南部砲台の後のこれね、なんか栗臭いですね。まあ栗があるのかどうかは知りませんけど、なんかそんなような匂いしますね。これ多分ウサギさんが掘った穴なんじゃないのかな。ちょっとね穴ぽこがあります。ウサギの出てこないとんでもない動画ですけど、まああんまり気にせんとね、ライブ動画残しときます。よいしょ。おじさんはねこの階段登るのがきついんですよ。階段で思い出しましたけどね、フェリーのあのフェリーに乗ってから客室に入るまでのあれが苦しいんですわ。おじさん泣きそうみたいな。キャンプ場の方からね南部砲台に行く道です。何の花だろう。綺麗だけど結構崩れたりなんかしてやばいですね。ツツジかな。おお、やべえ、このひび割れ私が作りました今。こういう不思議なルートを登るのもこの島の魅力やね。ここまで登ってくると分かりませんけど、海がちらっと見えたりね。おはようございます。もう10時になったんかな。10時になったらね、三原博之館が多分運行再開みたいなことを言ってましたからね。結構あの昨日の雨のおかげで雨は降ってたようで、なのこちゃん昨日雨のおかげでこう悲惨な目に遭ってるみたいでね。こう南部砲台まで「ゴミは捨てないで持ち帰りませう」とかね、「石垣の上には上がるな」とか書いてます。この辺にあのシャチ先生がおったりするんですけど、今日いないですね。大三島とかね見えます。海が春っぽいですね。なんとなくまだ夏の海じゃないみたい。よいしょ、ぐるっと回ってにゃんこの目。まあこんな感じで結構ねこの辺まで来るとね、もう南部砲台のね後のところのこれ階段、いますか？いませんね。ここには。南部砲台周回路。そう、豪雨の後だからね、本当気をつけてくださいね。豪雨がなんぼのも、あれは、あ、枯れ枝か。で、結構ね、カラス鳴いてます。うるさいです。あ、うさぎくんいた
いた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 。ウサギくんがいました。くーお前。よし、ちょっと待ってね。おっこいしょ。 おじさん座るぞ。おじさんは座ります。おじさんは座ってこれを置いて、今日はね、なんだろうね、これ尻掛けるか入った。こっち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 、はい、こっち、はい、ああ、お前メアリーで撮るぞ。うん、こういうウサギ本当かわいいですよね。あ、もうすでに暑いですよ。暑くなりそうっていうか、うん。カラスの鳴き声がね、クワクワクワーって聞こえますね。はあ、いや本当ね、バスで行かなかったらね、まあ三原からどうしようとか思ったら、これ新幹線に乗ってから気がついたからね。新幹線のあの中の車両についてるあの電光掲示板、ドアの上のあれ見てたら、呉線三原から広駅間止まってるよって書いとって、冗談やろみたいな、ちょっと驚きましたね。それはそれと、こらー持っていくんだねこっそりと、まあ、お腹空いたんやろ、昨日雨やったし、昨日一日雨降っとったからな、お腹空いたやろ、食っとけ。よいしょ。この食ってる音って聞こえます？咀嚼音。ねえ、お前長田かに丸い顔しとるの。あ、聞こえるんだ。そうだそうだ。よかったよかった。うん。結構ね、風がね、見えるかな。ちょっと見えにくいかな。あの、吹いてるみたい。上の方は。昨日は雨で、お客さんもそんなにいなかったって今馬場さん酔ったからね。だからこの子たちお腹こら引っ張っていくな、持っていくな、こら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 こっち来い、こっち来い。お腹減ってるんじゃないかなと思う。さっきも松坂さんいたしね。うん、ただちょっと松坂さんも立場的にまあちょっと弱いのかな、うん、ご飯食べてたけど誰かが来たら逃げちゃったみたいな。まあでも草はむの、草食ってるの邪魔されてなかったからいいけどね。美味しいですか先生。